はい、おはようございます。山東方面エリアとする敵障害者です。はい、またまたやってまいりました。っていうか、まあ、さっきの続きなんですけどね。はい、247号線の竹豊に入ってからですね。はい、2回目の散歩の一番最初のやつは、竹豊に入ってからの、竹豊に入るまでの道のりでした。今回は竹豊に入ってから の不登校時代の思い出を語りたいと思います。はい。この辺りですね。難しいですね。あら、こんなところもできたんだからね。全然知りませんな。全然わかりませんね。何もかもが変わってますから。まあ、お客様を取るのは失礼ですからね。はい、はい、薬の脇確かフレッシュタイムフレッシュスマイル、気持ち大切にしていつも身近なお付き合い、薬の青木でしたかな。失礼、拙い歌を聞かせてしまって。ハンダ不動産のありますね。だんだんこの辺りからだんだん田舎感が出てきましたね。失礼ですけど。めっちゃ昔の記憶が蘇るわ。この辺りを歩くと。懐かしいですな。ウプヌシもまだまだフレッシュな時代があったんですな。中福モーターズさんかな。あ、これも昔からあるやつだ。薬の大きさなんだ。カラオケテルテルさんがね。あー、懐かしいね。あー、失礼、人が来ちゃうんですね。はい、ペットショップツツイさん。まあ、ここは愛病と出会った場所なんですけどね。懐かしいな。まあ、何代目かとはちょっと言えませんが。本当懐かしいですな。はい、ウプヌシが歩いたのは、そう、ちょうどあの信号のあるあたりまでなんですよね。まあ、その後はまあいろいろありまして。あれ？ああ、そういったところで、本来撮るべき場所に来ちゃいましたね。はい、今回はここで終了したいと思います。あの後は、ただ行があったり、あったり、パチンコ屋があったり、ミュージアスホテルがあったりするだけなので、割愛させていただきます。はい。ご視聴ありがとうございました。はい。不登校時代の思い出、247シリーズはここで終了したと、です。ありがとうございました。